さあやっていきましょう。野球つくのもしも清宮が4番で、もしも3年目の清宮が4番でファイターズでスタメン続けたらどうなるのか、シリーズの、4月1日号ですって言ってあげようと思ったんだけど、4月1日がもう嘘になっちゃった。エイプリルフールだからね、仕方ないね仕方なくないと思うんだが、まあ、あの4月は野球つく強化月間としてね、野球がないじゃないですかね。もういつ始まるのか、まあ、藤浪あたりはね、あのまあかかったのが、かかったっつうか、その、まあ、集団合コンみたいな、集団合コンって何乱行パーティーっつうのが、なんつかわかんないけどさ、阪神の4選手マイナス1600万円、おい、はあ、何これ、初めて見る。うわやっちまった。もう一回ロードしたいんだが、ダメ？てててれて、唐突に、え？前回ゲームオーバーになってしまったが、正常に終了されてない KFR です。ゲームを終了するときにはセーブ後に終了していただけるようお願いいたします。もう一度同様な状態になると特別処理を行います。公式大会には出られなくなります。そんなこと言われても、おい、どうする、おい、どうする、おい、どうするっつってんだ。終始考えろ。2億7805万円必要、1億9000万円必要だった。6000万円ちょっとお金が足りなかったんだよな。人事で解雇しよう。この1億5000、そんな高い選手いないよ、うちのチーム。よく見たら、ええ、ちょっと待って、経営考え、売却できない、売れるもん何もない、開発もこの辺売れない、施設売っていく、売れるもんでないよな。あ、こういう時のためにテーマパークをあれしとかなくちゃいけなかったのか。これ売れないよね、破産するだけ。どうしよう、これはまず、これまずいね。スタッフ交代かな。今高いスタッフや、杉下茂でも9000万だぞ。杉下をただの監督にする。隙あらば即盗塁、好んで盗塁させる。この人0万円に、9000万円の杉下を変えたということで、まあ一月あたり1000万円ぐらい節約できたんじゃないか。ピッチャーキャッチャーは変えたくないな。選手の解雇で9000万、おバンドを切るのはちょっとどうかなって思うし、必要戦力、奈良原切るか、3800万円ちょっと球団が経難すぎますね。野口切れない、関根、清水、ミラバ、清
厳しいな。ミラマル、ラリー。ラリー、ラリー、ラリーちゃんと見してラリー。ラリー、ピッチャーラリー。こいつの成長タイプが普通急降下。もうあと何年も持たないね。よし、ラリーの首を切る。ラリーと球団の功労者奈良原の首を切る。はい、よし、これで、これで乗り切るしかない。はい、はい、はい。これで2000万円ほど削った。まあ、ローテーションはいいわ。これでいこう。いやー、いやー、ちょっと悪夢を見てたね。悪夢を、冷や汗が、冷や汗が、ちょっと。ボロクソ打って勝ちましたが、これで2億9、1億7000万円。ああ頼む頼む、球団破産という。おっ、えどうなの。おお、704万円。なんてシビアなゲームなんでしょう。もうゲームオーバーだったよ、今。ここまで2年と3ヶ月続けてきて、一番の危機だったね。いやー、危なかった。収入が1億4700万円。人件費が2億3000万円。こういうことよ、こういうことよ、焼きつくってのは。勝てば8000万の明日なのか。いや、ちょっと金がないんで明日なの行こう。勝てばその下のやつか。明日なのなら1試合800万円で行く。1試合で800万円の放映権料が入る。これは今のうちのチームには非常に大切な。なんだこの球団系、ギリギリじゃね。4月、今年はどこまでいけるのか楽しみねっていうことでね、4月入りましたよ。今いよいよやっと動画を始められる。やっと動画8分入ってやっとこの4月始まりましたねっていう、プロ野球ペナント開幕っていう、このこれすらも今やちょっとってなってるね。よし、やっていこう。4月ね、プロ野球はね、おそらく4月になっても開幕を迎えるかどうかっていうとかなり厳しいんじゃないかな。ミラバルです。ありがとう、ミラバルの体力を回復してくれて、ありがとう、ありがとう。さあ、やっていきましょう、やっていきましょう。もう首切っちゃったよ、ギリギリだったな。あと1回したらどうのこうの言ってたところだから、厳しい球団経営をしてますね、うちのチームはね。監督もカスみたいな監督になっちゃったぞ。0万円のボランティアの監督にお願いしてますからね、うちのチームもね。監督ボランティアはちょっとどうかと思いますよ。うちもちょっとまあ、あんまり変わり映えしないな、こうしてみるとね。1軍からもうピッチャーは上げられる。石井か坂東か。坂東逸郎。もう上がっても良さそうだけどね。か、この人に関して。ただまあ石井上げていこう。石井を上げていこう。お任せ。ただし、原田は、立山が先発に入り込んでるのがちょっと意味がよくわからない。中継ぎです。当然のごとく中継ぎ。矢野は先発。あとおかしいよ。先発、翔太も先発、
清水も先発、誰がおかしい、リリーフエースの桜井が中継ぎに入ってるんだ。よしよし、堀田あたりはね、今シーズン出てきてもおかしくないね。うんうん、いいよいい、彼いいよ。ピンチがね、カスみたいなピンチだから、それだけが気にかかるようなもんで、原田は中継ぎ。このチームだと立山と原田が右左の両サイドのね、両サイドです。右のサイド、左のサイド、これが命運を分けていると思うね。おバンド、ちょっと待ってください。またわけのわからんことしとるな。おバンドは DH、 稲葉はレフト、坪井がで、稲葉よりも守備がいい、こういう世界線なんだね。いやびっくりしたな今のは。いやびっくりしたな金が本当になくなるとは、こんなにシビアだとは。いやもう1軍2軍1人、バンドだけの1人きり。ダメダメ、どうすっかな。まあとりあえず運動強度上げていきたいけど、新庄はね、もう十分なんだけどね、これ見る限りね、十分なんだけど、まあコーダ上げていきましょう。で、まあ全員コーダで、坪井あたりはそうね、まあ春先はね、みんな能力値上げて、で夏から秋に差し掛かったら、まあ斧の調子を上げていってという風な戦略を立てていきましょうかね。で、すごいなぁ、土井正造ってことを考えると長打でいいかな。長打の上がんない選手の長打を上げようとしてるね。こうだでいいか。おバンドもこうだ。うーん、稲葉なぁ、結構長打はあるんだけどね。ね、結構長打あるよね。こうしてみると、新庄並みに長打が。長打上げてみるか。念のため。この辺のね、この辺しっかり組んでいくことが大事だから、焼きつくにおいては。しっかり組んでいって、まあ、ワンシーズン、戦っていくっていうね。選球眼もそうだし、体力もない。体力かな。1年間体力に1。まあ若い選手はね、体力をつけていってもらいましょう。おかしなのに、まあこうだじゃないですかね。金子誠は、こうだかな。で、清宮も、ちょっとこうだ今年は上げてみましょう。ちょっとね。田中健介は、まあ、こいつもこうだかな。フロストは、フロストもこうだ。森本も、こうだかな。いや、森本は長打。長打っていうか、筋力トレーニング。田中健介はもう十分ね、肩の力が A までいったんでね。練習メインのところはあんまり見せる必要はないといえばないけどまあね、ワンシーズンまあ大体こんな感じでいくっつう感じにしたいと思うので、ただそうね、関根あたりはもう峠越してるんで、1年間通して休みつつ調整を入れつつって感じになるんじゃないかな。でもあとはガンちゃんは来シーズンも頑張ってもらう。関根は今シーズンが関根の山。米田哲也はスライダーは教えられるんかな。米田哲也はスライダーを教えることができるのか。ビビン。
スライダーを教える選手が欲しいな。カーブとフォーク。カーブとフォーク。ストレートかな。なんとなくストレートかな。ニラバルあたりはね、これはね、フォークあると非常に強力ですけどね。あ、これも。まだまだ、まだ若いからね。勇気も、カーブ上げるのも面白そうだけど、ストレート上げていこう。基本ストレートでいいね、みんなね。ストレートでいいね。立山は、カーブを一番のウィニングショットまで鍛え上げる。正田も少しね、球速が低いって気がするのと、カーブもうちょっとかな。せっかくカーブを教えてくれる人がいるので、これね、桜井145キロぐらい出たら多分いい感じだと思う。うん。桜井。原田もね、この選手はちょっとわからないな。スライダーを、でもスライダーを上げたい。が、ストレート上げてみるか。ストレート145キロ、スライダーそこそこになったらいい感じだとは思うけど。矢野はカーブです。カーブです。ちょっとウィニングショットにならないレベル。いや、球遅いな。球142キロじゃちょっと勝負できないね。堀田もちょっと球が遅いので、ストレートを極めてみましょう。はい、こういう感じでいきます。これで1年戦っていきます。この辺のパートをカットしてもいいとは思うけど、ああ、ちょっとまだ練習設備がね、しょぼしょぼだね。カットしてもいいと思うけど、見せても行きたい。ワンシーズンこういう感じで練習していて、行ってたんだっていうのは、ちょっとまあ、最初だからね。で、この一周で今回終わろうと思います。なぜかっていうと、来週も動画を上げるから。来週も動画を上げていきます。野球つくの動画をもう。来週上げるんだったらあれか。もう一週間分やった方がええか。4月一週目だからね。一週前半後半だから。よしよしよし。じゃあ来週も上げるんで。来週も上げるんで、二週分やります。え？開幕3連敗、まあ、打線は打ってる。点を取られてるって感じだね。だ特にガンちゃんがひどくないか。ここガンちゃんでしょ。あ、結城だ。あれ結城だじゃないの。結城打たれてるんだよ。あれ結城投げさせたっけ。ん？先発って結城だっけ。まあ、先発結城か。ガンちゃん投げさせたと思った。全然打たれてるわ。開幕3連敗。あ、すごい。1回で1億円。マネーが1億円。イチロー4本塁打。打たれたね、うちのチームは。4本塁打。4本も打たれた。3カードで。4本もイチローに。いや、厳しい中で、一応新外国人が入ってきたんで、新外国人の情報が入ってきたんで、チェックします。ピッチャーか？違うな。内野手か。シュ、高原。あ、年俸高っ。ファースト、シュ高原選手ですね。はい。シュ高原。あ、31歳万世。いいですね。31歳万世だから結構年を召しても頑張れるけども、左の高打が高くて、走力が B で、あとほぼ D だね。捕手は C。補給は C で、ファーストは B だから、まあ、ギリギリ守れるかなっていうところで、
難しいね。ああ難しいね。ファーストでしょ、清宮と勝ち合っちゃうっていうところも含めて、まあ育てて出せば、育ててトレードの駒にするのにはちょうどいいかもしれない。それ以下でもそれ以上でもないな。岩本勉、うちの岩本が、おガンちゃん、今年はもしかしてガンちゃんやるか、やってくれるのか。 8回5安打4奪三振、防御率 0.00、 球も見逃し41、空振り16、やれてますね。さあ次関根、おう、まあ、これはね 1-0 はね負けたうちに、さあ松坂との投げ合いです。うちのチームは松坂に対して正田、いつきかな、たつきかな、正田たつきのような気がするんだよな。あ、結果押しちゃった。これ見るつもりだったのに。あまあいいや、今日は見ないでいきましょう。今回はね、来週号はちゃんと見ます。松坂と正田のね投げ合い見たかったけどね、ちょっとスマホで確認させて。多分ね、正田たつきのような気がするんだけど、OK Google を使おうか。OK Google。OK Google。OK Google。あ、反応した。正田たつき。あ。正田たつきで調べて。Wikipedia からの情報です。あ、正田いつきでした。はい、ありがとうございます。サンキュー。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくってことはないけどな。例えばこういう、OK Google、 OK Google、 OK Google、 稲葉敦則で調べて。あ、はい、ありがとうございます。トレードが成立しましたね。相川オンリーのトレードが成功しましたね。いや、どうなんすかね。まあ、トレード成功はまあ良しでしょう。ただかなり選手を出したんで、ウォルポール、これ強そう。パームボーラー、ウォルポール。初めて聞くぞ。誰だよ、ウォルポール。聞いたことね。普通タイプだから、今年ワンシーズンなら使える。だけ。体力はある。コントロールも、まあ。変化球は全て貸す。な、ウォルポール。普通タイプ。今シーズンだけ。アホほど投げさすのにはちょうどいい。悪かねえけどな。だったら俺カワード取るよ。ウォルポールかカワード。でもこのオリジナルの野球選手の名前を語ってたってさ、はっきり言って響かねえよな、誰にもな。よし、カワードを取ろう。カワードはね、いい。こいつはいい。よし、取る。空いた枠にカワードをはめる。これは
初めから構想の中に入れていたと思う。ね、どうよ。どうよ、これ。よくない？良いでしょ、これは。ピンチに弱いね。ピンチには弱いね。そこがちょっとネックか。でトレードもちょっと、もう一人、新人のドラフト候補を見とこう。ちょっと忙しくなってきましたね。今年はちょっと、今回ちょっと、今井和鷹。聞いたこともね。今井和鷹。普通早め。もうこの時点でないね。ないね。今井和鷹に関してはない。この選手が、まあ多分この野球つくの中で花開くということはおそらくないでしょう。おそらくないでしょうね。あ、そうか。間違えた。この開発済みリストを1週半分ずれた。ここは、これは痛手ですね。大きな痛手ですね。グッズでの売り上げが少し下がってしまう。今のダメで。さあ、まあ、あとは、グラウンドの作戦室で、カワード、ちょっと、まあ、入れ替えが起こったんで、まあ、入れ替え分だけちょっとこう。あ、遊撃にコンバート。へぇ、この、補給 D、肩 D の、守備カスカスのこのフロストを、サードから遊撃に。遊撃は一番守備がいるというのに、それを、チェンジアップはいけるか、言ってほしいですね。投手の方、新しく入りました、カワードが中継ぎ。これは、立山のスライダーとあんま変わらないのスライダーか。まあ、球はね、151キロとかなりの速さを誇るので、このカワード、そのスライダーを生かしていってほしいですね。はい。で、選手の方、野手の方では、相川が新たに加入しました。CCBC ということで、打力に関しては、まあ、井ノ口よりも多少、高打は上かもしれないけど、ただ、長打に関しては、もう一つなんで、打力では磯部には劣るということですね。打力では磯部に劣るものの肩が強いということで、キャッチャーというもので考えたら、相川の方がいいですね。相川はいい獲得をしたと言っていいんじゃないでしょうか。ただ2軍はもうぴったしだね。2軍の枠が3つ。いや、いい感じじゃないですか、これは。カワード獲得によって、開いた穴もね、なんとか埋まったんじゃないかな。結構切りましたけども。カワードをちょっともうちょっと見ていく。カワードは晩成タイプなんで、まだ老け込まない。その中で、なるほど。カワードはストレートぐらいしか伸びないね。球が速くなるしかない。年俸安いのだけが救いだな。そうね、球速が152、3キロぐらいで、こっからね、こっから油が乗れば上がっていくかもしれない。あと相川。そうね。そうね。どうだろうね。長打上げてみる。相手の長打を上げてみる。もう肩 S までいくから。もうリードとか、キャッチャーリードとか関係ない。ひたすらパワーを上げてみる。で、カワードの方は、まあこんなもんだね。よし。いやびっくりしちゃいましたけどね。びっくりしましたね。今回は。びっくりしちゃいましたけど、いきなり破産から始まってびっくりしてましたけど、まあ、ね、なんとか、なんとか立つ、
なんとか終わらずにすんだ。もう冷や汗だったよ今。本当に始まった瞬間にさ、いきなりゲームオーバーになって、もしもロードができなかったら、うん、これこの企画ここで終わるのかなと思ってバッティング今稲葉がすごく調子いいっぽいね。これはね、ランキングだったら全チーム見えるのが、イチローがめちゃくちゃ打ってますね。投手の方は岩本が、まあ投手はまだ見てほしくないね。通算成績っていうコーナーもあります。通算成績だと、これからね乗り越えるべき、あ、なるほど、今までのこの選手の通算成績、これタイトルとか取ってた、あ、 MVP を取ってたら多分このあの横にトロフィーみたいなのが出るんだと思いますね。はい、清宮は今のところ通算276試合出て、通算打点171打点、通算打数は1167で、打率は2割6分7厘、ホームラン49本、盗塁は1回で安打数312本ということになってますね。ピッチャーの方のタイトルも取れたし、タイトルとしては世界選手権1回に新人王に輝いています。いやここからね、何本、まあ、一応この野球模式用シリーズっていうのは清宮が引退する年まで細々と続けていこうと思っているので、自分の体力が持つ限り続けていこうと思っているので、清宮がもう多分、まあ、40ぐらいまでやったとしたら、この焼きつく内では清宮は早熟に設定しているので、おそらくひどいことになると思う。本当にもう全部 DDDD とか EEE みたいな、そのスペックで、まあこの読売ジャイアンツ868、王貞治の記録にどこまで肉薄できるのか、清宮がやっていこうと思います。これもね10年とかじゃないからね、この今のやりっぷりだとねこの焼きつくの企画はもう10年企画なんです。20年企画かもしれない、下手したら。このドリームキャストという機種がね続く限り続けていくけどね、3年目っていうこの重さよ、3年目っていうね、楽しい一応2年間で49本打ってるから、王貞治を抜くためには今年あたりから、まあ、40本ぐらいコンスタントに打ち続けてに40本打ち続けて20年でやっと抜けるかどうかっていうところ、1年40本清宮が無理だ、絶対無理だって思うけど、まあいや、まあそういう風にね、その本当にどういう風にこう、清宮っていうのは本当に100年に一度ぐらいの逸材だったわけだ、高校通算のね記録を塗り替えているわけだが、その清宮が王貞治抜けないってわけはないと思う。なぜならば、まあ昔よりもプロ野球は試合数は増えてるっていうのがまず、それが第一、それだけだけど、この時代やってるのなんて135試合ぐらいだから、今なんて140試合近いでしょ、144試合かな。試合数が多いってだけでもホームランを打つ本数は増えてくるんで、145試合かな、何試合だったかな、うん、だからまあ超えるとは思ってますけどもね。ということで、まあ、4月第1週分ということで、まあ、コロナなんかでね皆さん自宅にいたりする人もいると思うんで、そういう時の暇つぶしになったらいいんじゃないかなと思って動画を上げていきます。ほな、第2週目を期待してください。多分サクッと終わるけどね。ほなまた。